さあ、というわけでやってまいりました。皆さんのリクエストにお答えしてイヤホンガンガン伝言ゲーム、イエーイ。このゲームはですね、大音量でイヤホンつけて曲を流して、その状態で何を言ってるか当てるというゲームなんですよ。で、それでお互い聞き間違いとかがあって、とても面白いという内容になっております。じゃあ早速、何言ってるか当ててもらおうかな。じゃあ、マダガスカル、マダガスカル、この瞬間、僕はたくさんのことに気づいた。自分がいかにちっぽけな人間か、自分がどんなにバカな人間か、そして自分にいかに友達がいないか。ただ流行りに乗りたかった、みんなと楽しみを共有したかった。それなのにこんな辛い現実を思い知らされてしまったんだ。そこからは意味もなく部屋を歩き続けた。小学校、中学校、この6畳の部屋でみんなで遊んだ思い出に浸りながら、必死に涙をこらえていた。現実から逃げていた。なあ神様よ、いるなら答えてくれよ。いつも俺の願いはちっぽけだったじゃねえか。たった一つ、友達が欲しい、それだけじゃねえか。俺は強欲か傲慢か、そんなわけはない。イヤホンガンガン伝言ゲーム、これはきっと若者たちの鼓膜と精神の破壊を目論む悪の組織が考え出したゲームに違いない。俺はそんな中二のようなことを考えながら、怒りのぶつけどころを探すのに必死だった。料理の作り方はネットで調べれば何でもわかる。でもヤフーさんよ、一つだけわかんねえんだ、友達の作り方がよ。この夏あなたも号泣する、イヤホンガンガン伝言ゲーム This Summer。